こんにちは、ナビゲーターのももです。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。今日の話題は、海外の反応。大谷翔平、トレード放出に、どこにいても変わらないと強調、についての海外メディア反応です。急転直下、球界最高の異彩に関する動向が慌ただしくなっている。米紙ニューヨークポストの名物記者ジョエル・シャーマンは現地時間7月28日、ロサンゼルス・エンジェルスが大谷翔平のトレードについて他球団のオファーを検討していると報じた。エンジェルスはこの日まで42勝56敗、ア・リーグ西地区4位と低迷。本来ならばトレード価値の高く、また気オフに FA となる大谷のトレードに動くことは MLB の論理として自然な流れではある。ただ実際7月上旬あたりからトレード報道は徐々にされていたわけだが、ペリー・ミナシアン GM はこれを否定。来季以降の戦力編成について大谷とトラウトを中心に再編すると語っていた。しかし、オールスターが明けてからも、エンジェルスの調子は一切上向く兆しがない。しかも、ここに来て MVP3 回の最強選手マイク・トラウトが、あばらしい関節の機能障害という珍しい故障を負い、長期離脱を強いられている。ミナシアン GM がコアに据えた一人が、もし計算できないとあれば、抜本的な方向転換をしても不思議はないだろう。シャーマン氏は大谷のトレードについて他球団の編成トップへの取材を敢行。うち2人はオーナーながらチーム編成に多大な影響を及ぼすアート・モレノがスターを偏愛しているため、トレードの可能性はとても薄く、限りなくゼロに近いかもしれないとのコメントを寄せたという。しかし別のフロントは、エンジェルスはトッププロスペクト4人との交換を望んでいるとし、超メガディールであれば成立する見込みがあると語った。実際大谷がエンジェルス入団時に GM を務めていたビリー・エプラーが、フロントにいるニューヨークメッツ、ダルビッシュ有が所属しているサンディエゴパドレスは大谷を放出するのかすでに問い合わせ済み。両チームとも上級プロスペクトが傘下におり、取引相手として応じる可能性もあるだろう。報道が出たこの日の試合、大谷は104年ぶりの2桁勝利 &2 桁本塁打を目指してマウンドに上がったものの、6回2失点11奪三振の好投を見せながら6敗目を喫した。試合後、過熱するトレード報道について質問された大谷はこう回答した。エンジェルスに残りたいかというよりは、やることをやるしかないです。どこのチームにいても何をやるかは変わらないので、今僕はエンジェルスの一員ですし、彼らがしてくれたことに感謝しています。チームも仲間もファンも大好きです。エンジェルスの選手として自分ができることに集中するしかありません。トレード期限は現地8月2日、刻一刻とデッドラインが迫る中、果たしてエンジェルスはどういった選択を取るのだろうか。大谷をめぐる一連の動きから目が離せない。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、もも宛てにお気軽にコメントしていただけたら大変嬉しいです。また、見てよかったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録していただけますと、ご希望者には、PDF レポート、ヒット商品、開発の裏技をお送りいたします。